自民党総裁選に立候補する意向を表明している小泉進次郎元環境省は2日、東京都内の自身の選挙対策事務所で記者団に対し、自分にとっては初めての総裁選になるから、毎日、とにかく必死だ、と述べた。選択的夫婦別姓については、私個人として賛成だ、と強調。6日の総裁選出馬表明で、しっかり話をしていきたい、と述べた。 石橋茂元幹事長が主張する防災省の創設については現在の体制を強化すべきだとした上で新たな組織が必要かそれとも今の組織の中での連携を強化していくべきか今回の総裁選でも大いに議論して方向性を決めていく話だと述べた。一方、 麻生派に所属していた議員の秘書が2017年に派閥のパーティ収入から裏金を捻出していたという趣旨の証言をしていたとの一部報道について、小泉氏は改めて報道を受けて、関係者の説明がしっかりなされることが、まずは大事なことだ、と述べました。